川本敏夫5月24日は、日本の政治家、実業家、参考期選社長を務め、辞任後も事実上のオーナーであった。衆議院議員、自由民主党政務調査会長、通商産業大臣、郵政大臣、経済企画庁長,長官、沖縄開発庁長,長官などを歴任した。肖像位、君位等局実大受賞、愛おいお名誉市民。 1911年6月22日、兵庫県阿公郡愛生村に生まれる。旧生達の中学から旧生姫路高校にトップの成績で入学するも、戦前の軍部による戦争に対する反戦運動に参加して、1930年に退学を余儀なくされた。単行夫や職校などを経て、日本大学法文学部に入学。在学中に、 議系らと参考会運を設立して、取締役となり、卒業後の1937年から社長となる。1949年の第24回衆議院議員総選挙で、旧票後4区から立候補し、初当選する。以後、連続17回当選を果たした。経済企画政務時間などを経て、1968年に、第二次佐藤再改造内閣の優勢大臣として、 初入閣する。政界のクロート筋からは三木派の資金調達役として知られていたが、存在が一躍注目されるようになったのは三木、内閣で通商産業大臣に就任してからである。通商産業大臣時代の三木が、佐橋茂とともに、大型工業技術研究開発制度で産業政策を行ったように、河本もオイルショックに対応した。 産業構造の転換をすべく超 LSI 技術、研究組合やムーンライト計画のような大型プロジェクトを推進した。1976年に三木卸が巻き起こり、内閣総理大臣、三木武雄が反三木勢力に対しロッキード問題を掲げて解散総選挙を考慮する政局になった際には三木派の離党や野党提携、 新党結成なども視野に選挙資金を集める一方、閣僚を罷免してでも強行に衆議院を解散するよう三木に進言した。三木とは隕石関係でもあり、三木の娘婿の兄弟と川本の娘が結婚している。三木の後を継いだ福田赳雄内閣でも通商産業大臣に任命され、鈴木善光内閣と中曽根内閣でも経済企画庁長,長官を歴任した。 自民党内でも1976年と1978年の二度にわたって政調会長を務めている。日米貿易摩擦の激化により1984年11月から1985年8月まで対外経済問題の特命事項担当大臣に任じられた。自民党屈指の政策通、経済通りとして知られ、未期に批判的な立場だった。 大平正義や後藤田正春からも一角の人物と一目置かれていた。政策としては積極財政論を唱えることが多かった。川本は自民党の実力者として1970年代の政界を主導した三角大福に次ぐ実力者にも数えられ、何度も総裁候補に名前が挙がった。特に総裁選に党員による 予備選挙が導入されると小派閥ではあるが、日大人脈役で多くの党員票を持つと言われる川本の影響力は無視できないものと見られていた。1978年には自民党総裁予備選挙に初めて出馬する。この出馬は次回以降の総裁選への布石と三木派が打派の草刈り場になることを防ぐ意味合いが強く、太平、福田武を 中曽根康弘に続く、再開で敗退した。1980年の第36回衆議院議員総選挙期間中に、大平が休止すると、中曽根や宮沢喜一らと共に、後継総裁候補として名が上がったが、キングメーカー田中角栄は、鈴木善光を総裁に指名した。鈴木内閣の発足後は三木派の解散に伴い、 かつての三木派に所属した議員の大半を集めて、川本派を旗揚げした。前兆という形を取らなかったのは、三木の影を排除しなかった場合、他派からの支援が受けにくいという事情があったためである。1982年、再び自民党総裁予備選挙に出馬する。短打中勢力の受け皿として序盤から順調に、票数を伸ばし、有力候補と目されていたが、 田中派の周票マシーンから支援を受けた中曽根に過半数を取られて辞典となり、3位の安倍晋太郎や4位の中川一郎、ともも国会議員による本選挙への立候補を辞退する。1985年、事実上のオーナーだった参考期選が、海運不況の煽りを受けて倒産し、竹下昇や金丸真の支援により、会社構成方申請にこぎつける。 参考期戦の倒産は当時戦後最大級と称され、第二次中曽根内閣で沖縄開発庁長官を務めていた河本は、その責任を取る形で辞任に追い込まれた。この倒産劇は政治家としての河本の評価にも影響を与えることとなった。リクルート事件で竹下が内閣総理大臣を辞任し、続く宇野宗介も参議院議員選挙の惨敗を受けて、 退陣した1989年は、川本にとって政権獲得の最大の好期とされた。だが、竹下や金丸の若手待望論を受け、川本派の万頭角である、海部都市が総裁候補に浮上する。川本は海部に対し、海部さん、あんたやりなさいと促し、自らの総裁選出馬を見送った。川本が出馬を断念したことを知り、川本の側近だった。 大島忠盛は号泣したという。結果、総裁選挙では海部が、林義郎と石原慎太郎を凌駕して圧勝し、新たな総裁に選出された。1993年の第40回衆議院議員総選挙後には、衆議院議長候補として名前が挙がったが、自民党が下野したために実現しなかった。1996年の 第41回衆議院議員総選挙直前、健康上の理由から47年間務めた、衆議院議員の職を引退する。後継には、当時参議院議員だった三男の川本三郎を、据えた。同年、君一当局日大受賞受賞。その後も番長政策研究所名誉会長を、務めたが、二0一年五月十四日、心不全のため、東京都新宿区品野町の、 慶応義塾大学病院で死去した。89歳だった。ABCDEF、川本敏夫とは。コトバンク。2021年5月29日閲覧。北岡新一、自民党、96秋の序勲受賞者、伊佐追等君に党、読売新聞1996年11月3日、長官。ありがとうございます。